奈良県立菓子原考古学研究所奈良県立菓子原考古学研究所は奈良県菓原市梅び町に設置された県立の埋蔵文化財調査研究機関奈良県に属する機関である現在まで存続している公的な埋蔵文化財研究機関としては最も古い歴史を持つ強行権と略されることもある主に奈良県内の遺跡発掘調査を手掛け 初期の巻きく遺跡をはじめ、保ケの山古墳、黒塚古墳、桜井茶臼山古墳、メスリ山古墳、藤野木古墳、高松塚古墳などの学史に残る著名な古墳や、アスカケアと野党大寺、東昇大寺などの発掘で全国に名を知られる。付属博物館を併設するほか、宇田市に、室生埋蔵文化財整理収蔵センターを設置している。 付属博物館は2018年12月24日から空調設備更新のため休館中である。入り口付近の一部は無料展示がある。括弧内は20名以上の団体料金。付属博物館は老朽化した空調設備の改修のため2018年冬から休館することになった。また、富士の木古墳から出土の重要文化財を 収納している展示ケース内に、サビなどを引き起こす、有害物質が検出され、原因は合板に使用した、接着剤が原因の可能性があるとして、休館中に対策を検討することにしている。大野安丸ロボシーンの文化財は、国所有、柏原考古学研究所附属博物館、保管重要文化財指定物件の名細強光圏附属博物館、年末から、 休館空調設備改修で1年半以上国宝、展示ケースから有害ガス、博物館2年休館へ、読売新聞2018年4月17日、AB 奈良県指定文化財一覧、指定文化財一覧表、ありがとうございます。